はい、厚生年金の44年特例ですね、528月以上の特例、長期加入者の特例のことですね。この44年という厚生年金保険の被保険者期間については、これはですね、日本年金機構の管理する厚生年金保険、被保険者機関、それから、公務員共済組合に加入していた厚生年金被保険者機関、それから私学共済に加入していた被保険者機関、これ複数の、ね、機関がある方であっても、まあ、いずれか一つの機関のみで44年以上ある場合に、ね、だけ対象になるということなので、それぞれの機関を合算して44年を見るのではないということにご注意ください。